リッペ公師、ベルンハルト、1909年頃、ベルンハルトツア・リッペは、ドイツの諸公・リッペ公家の公師で、プロイセンの軍人。最後のリッペ公、レオポルト4世の弟。リッペ・ビースターフェルト博家課長エルンストとその妻の、伯爵ク嬢、ージカロリーネ・フォンバルテンス・レイベンの間の、第三子、次男として生まれた。全米は、ベルンハルト・カジミール・ビルヘルム・フリードリヒグスタフ。 ハインリヒエドアルトである、プロイセン陸軍に士官し、最終階級は陸軍少将に至った。出生時の称号は、リッペ・ビースターフェルト博だったが、1905年に、兄・レオポルトが、リッペ公に即位したのに伴い、リッペ公子に昇格した。パーダーボルン・中ュの第八表記兵連隊に所属していた際、同僚ボード・フォン・エーエンハルゼン伯爵の妻・アルムガルトと、 コイン中になり、アルムガルトは、夫と離婚した。1909年3月4日、エルバーにおいて、アルムガルトと結婚し、間に二人の息子を設けた。この結婚は、リッペ公家の家権により、帰宣結婚とされ、妻子は、ビースターフェルト伯爵の称号を認められるに止まった。1916年2月24日、兄レオポルト四世の祭下により、ベルンハルトの婚姻は、 対等結婚として追認され、妻子には、リッペ・ビースター・フェルト皇后の称号と諸皇家の殿下の継承が認められた。二人の息子たちは、リッペ皇位継承権において、最下位にあったが、この時の措置に伴って、父に着く順位に進んだ。妻との間に二人の息子を設けた。在米プロイセン領事、アルノルト・ハルバッハを、外祖父に持ち、グスタフ・クルップとは、いとこ同士である。 アルメノックでごた、ユストスペルテス、ピアニッシモ、79、ベルンハルト、エーン・フェア・ボーガン・エシダネス、姉と、バンデア・ゼイル、ピアニッシモ45、45&87。ありがとうございます。